銀座十字屋とは、東京都中央区銀座三丁目にある楽器を販売している会社である。原種明が書店として創業したが、横浜にて外国人払い下げのウルガンを入手したことをきっかけに創業。その後は、音楽関係の事業を現在まで行っている。原種明から、現在の中村家が十字屋を譲り受けた形である。現在は、銀座と吉祥寺に、 ハープとフルート、ウクレレの音楽教室である、銀座十字屋ハープフルートサロン、多目的ホールの十字屋ホール、ハープやフルートの楽譜や備品などを販売する、銀座十字屋オンラインショップを運営している。2013年11月、銀座4丁を目に、ハープのフリータイム生専用の教室、銀座十字屋ハープフルートサロン離れを、グランドオープン。2007年より、 イタリアのサルビーハープの輸入総代理店になった。2013年より社名を十字屋から銀座十字屋に変更した。11月、銀座4丁目に3店舗目となる銀座十字屋ハープフルートサロン離れをグランドオープン。2014年、銀座十字屋創業140周年を迎える。ハープ教室としてスタートしてから50年を超え、日本にある ハープ教室としては老舗にあたる。現在は教室のことをサロンと呼んでいる。ハープ界の巨匠ヨセフモルナールもかつてはここで指導をしていた。現在はハープの他にフルートやウクレレのレッスンを行っている。またハープやフルートの楽器、楽譜、アクセサリーなども販売している。銀座十字屋ハープフルートサロン銀座十字屋ハープフルートサロンでは 毎週水曜日12時30分13時まで無料のランチタイムコンサートを開催している。このランチタイムコンサートは2006年に始まり、2013年6月で350回目を迎えた。1920年代の半ばに9 5ト、mm、ルフォーマットのカメラや A 社機を十字屋が起点として販売するようになる。また、 製品の9.5ミ、mm、リメートルプリントも販売された1930年代になると独自に設計した純国産16ミリサイレント映写機を小学校向けに販売するようになる1934年小学校理科の教材映画の制作を開始した映画教育の先進校として知られる東京市芝区赤羽小学校の理科担当訓導の大谷基地が協力するようになり 同年入社。このシリーズは後に理科陰英体系に名前を変え、1939年までに25編が制作された。同年、国民新聞ニュースのカメラマンとして鈴木清二が入社した。さらに、1938年にはカメラマンとして小林米作が入社。このスタッフで最近物語といった科学映画が作られた。さらに、 演出の奥山大六郎らが加わり、アニメーターの田中義継が1939年に入社した。1942年、東方の文化映画部と共に日本映画社に統合された。戦後、十字屋映画部のスタッフの多くは日本映画社、非映画学映画製作所で活躍した。ありがとうございます。